ロサンゼルスコンベンションセンターロサンゼルスコンベンションセンターはロサンゼルスの中心部にある展示条件会議場1971年に完成毎年エレクトロニックエンターテイメントエキスポやロサンゼルスオートショー2008年から2011年にはアニメエキスポが開催されているまたグラミー賞の主要以外部門の受賞式がここで開催され 主要部門の受賞式は、ステープルズセンターで行われる。1993年には拡張したものの、1997年に、ステープルズセンターの工事のため一部を取り壊した。2009年以降、7月上旬にアニメエキスポの開催施設となり、日本からのゲストが多数参加するようになった結果、国内の知名度が向上した。2010年、 2011年、2012年には、グラミー賞の受賞式会場となった。2011年アイグが10億ドルをかけて、建設予定のファーマーズフィールドの建設が計画されており、完成すれば、NCWA ファイナル4や NFL の試合会場として使用するため、コンベンションセンターの規模が縮小される懸念があったが、計画は中止された。ありがとうございます。